万千円は、屋号ですね。これは園のガーデンズネーム、あの園の名前です。で、私のファミリー、家族の名前は加藤です。で、盆栽に携わって加藤万千っていうのは私で5代、フィフトジェネレーション、5代ですね。で、日本で一番古いですし、今180年弱、あの園を開いてから180年弱経ってます。はい。で、万千の方は、特に3代目の加藤三郎が、世界盆栽友好連盟、ワールド盆栽フレンシップフェデレーションっていうのを作りまして、世界に盆栽を広めました。はい。ですから、その3代目の後を継いで今私があります。5代目の私の時代では、盆栽一番日本でもトップレベルの盆栽も扱ってます。たくさんお客さんがいます。ただそれと同時に、一般の方、初めて盆栽見る方、そういう方が馴染みやすいように、楽しみやすいように、盆栽に入りやすいように、そういう初歩的な導入の部分を、盆栽を飾る、しつらえる、ディスプレイする、そういうことで見る機会をできるだけ作らせてもらって、いろんな方に盆栽を見る機会を作る努力をしています。ですから、欲張りなんですけど、一番いい最高級の盆栽から一番ビギナーの盆栽まで、まあ、一応全てやってます。盆栽っていうのは、盆栽っていう言葉にある通り、まあ、もちろん園芸、ガーデニング、園芸っていう分野で木を、植物を、鉢の上中で育てて楽しむって文化は、もう文明の資源からあるんです。文明の最初からあります。ただそれが盆栽という形でレベルアップして、形として盆栽という形になったのも、要するに盆栽って言葉がある通り、やはり日本がある意味、オリジナル的な部分があります。で、それを海外の方が、今世界中の方が皆さん興味持たれて楽しまれてる。これは素晴らしいことなんですけど、ただ日本でも盆栽を楽しむ文化っていうのはずっと続いてるんですけど、ただ私は逆に海外、いろんなとこ行かせていただいて、海外の方が盆栽を、真剣に、それから楽しみながらやってるのを見て、ある意味日本が勉強する部分がいっぱいあるなって思うぐらい、海外の方の盆栽の情熱を本当に敬意を持ってます。もともとうちに修行に来た時に、まあ大体修行に入ると、最初、まあ例えばある手入れをさせるわけです、いくつかの。そうするとある程度センスってあります。盆栽のセンス、全てのセンスですね。センス、まあ日本語のセンスとちょっと英語のセンス違うんです。まあセンスですね。要するに、非常に彼は垢抜けたエレガントなセンスを彼自身もともと持ってました。だからそれを修行の時に伸ばして、今彼が立派なプロフェッショナルになってるわけです。だから彼は非常に、それともう一つは自然らしさ。盆栽っていうのは、人間っていうのは一番自然界で一番不自然な存在なんですよ。その人間が考える自然の
人工美なんです。自然の美しさなんです。でもそれは人間が考える自然の美しさなんですね。その人間の考える自然の美しさ、樹木の美しさの結晶が盆栽なんですけど、その場合により木もともとらしさそのものの特徴らしさを強調する考え方と、より人間の考える理想的な形に作る場合と、だいたい流れが2つあるんです。で、彼は両方ともよく分かった上で、やっぱりらしさを追求している部分が感じられるので、これからの盆栽界にはすごく貴重だと思います。